こんにちは、億万長者合宿の久保でございます。前回に引き続いて、なんでこんな当たり前のことができないんだろうということにね、引き続いてさらにね、追い打ちをかけるで非常に申し訳ないんですけども、人にセールスをするっていうのはどういうことなのかなっていうふうに、まずね、考えていただきたいんですよ。この商品やこのサービスは3980円です、12万6千円です、35万円ですというふうにして、目の前の人からお金をいただく、交渉をする、セールスをするっていうことなんですけども、これをしないとビジネスっていうのは成立しないんですよ。なぜならお金をくださいって言わないとお金を払ってくれる人は世の中いないからなんですよね。お金をくださいとか言わないのにお金をいくらですかって払うってことはなかなかないと思うんですよね。その中でね、こういうふうに考える人がいると思うんですよ。やっぱ今までの関係があるから、いきなりセールスをしたらね、その人との関係が終わってしまうんじゃないかなっていうふうに考えると思うんですよね。確かにその恐怖は私にもないわけではないです。未だにですよ。未だにないわけではないんですけども、もう一歩突っ込んで考えてみると、セールスをすることによって人間関係が悪くなるってことは、結局それだけの関係だったってことなんですよ。ネットワークビジネス、これはね、人にネットワークビジネスを進めるとやっぱりね、嫌われることが多いと思うんですけども、それは潜在的に自分が嫌われてたものが表面化するっていうだけで、実際にそのネットワークビジネスのせいであったりね、ビジネスモデルの責任であったりとか、怪しいビジネスだから嫌われたんではなくって、自分が進めるもの、その進める自分がそういうふうに思われていたってことが、顕著になっただけなんではないかなって私は考えるんですよね。ですので、結局ビジネスっていうのは信頼関係のもとに基づいてますから、自分が信頼されるような、どんなことをしても違法なことではない限りね、自分が信頼されるような人間っていうのに、今まで生きてこれたかどうかっていう、その姿が問われるんではないかなと思うんですよ。確かにね、ネットワークビジネスの商品、私はネットワークビジネスのものですよと、ネットワークビジネスの形を取った商品サービスですよって言って進めることはあるんですよ。これはで、私のコミッションはいくらいくらですよっていうふうに話すこともあるんですよ。でもやっぱりね、買う人と買わない人って分かれてくるんですけども、でも買わない人との人間関係が終わるかって言ったら、そんなことはないです。やっぱね、もっといい話があったら教えてくださいねっていう終わり方もすると思いますし、いや今回いらないんだけどもねっていう形で、じゃあそれから関係悪くなる人は別に悪くならないんですよ。ただネットワークビジネスの商品を扱ってる人って言われることはありますよね。でもこれはですね、今ほとんどの人がネットワークビジネスの商品に関わってるんですよね。単なる購入者としてネットワークビジネスの商品を買ってる人も、ネットワークビジネスの商品を買ってる人なわけなんですよ。今回ね、私ね、マイプロテインってところでサプリを買ったり、プロテインなんで、粉をね、水で溶くやつを買ったりしてるんですけども、そのマイプロテインっていうプロテインも、マイプロテインっていう会社のプロテインも、結局紹介報酬があるわけなんですよね。私の紹介でそのプロテインを買った人っていうのは、売上の中から 16% 私がね、報酬を受け取ることになってるんですよ。じゃあこれがね、怪しいのかって言ったら、そんなことなくて、プロテインが欲しい人に私はプロテインを紹介すれば、当然ですけども手数料、販売紹介料っていうのが入るわけですから、世の中でその販売のコミッションがないものの方がやっぱおかしいわけなんですよね。で、紹介した人がお金をいただくってことは、紹介に責任を持つってことですから、無料で紹介するよりも私は真っ当なものだと思いますし、やっぱりね、無料のものっていうのは責任を取らなくてもいいって感覚があるかもしれませんけども、無料のものであっても、やっぱりね、有料のものと同じぐらい紹介した責任はあると思うんですよね。じゃあどんな紹介の責任を取ればいいかというと、やっぱその商品に詳しいこととか、実際に自分が心からこれいいものだというふうに感じていることなんですよ。やっぱりね、良くないのは報酬欲しさに自分がいいとも思ってないものを人に勧めることなんじゃないかなと思いますよね。少なくとも私はそれはしないようにしてきたつもりですし、それは未だに変わらないことですよね。ただいいものだったと思ったけども、時間が経つにつれいいものではなくなってきたっていう相対関係はあります。相対的な関係はね、例えばダイエットにものすごく効くサプリメントがあるとするじゃないですか。で、私はダイエット悩んでる時に買いました。ああ、これはいいな、効くなと思って人に勧めました。でもその時に私はもうすでにダイエットに成功していて、サプリメントが必要なくなってる場合もあるんですよ。そうなったら私は自分では使わないものを人に勧めるってことがあり得るんですよね。まあそういうところですよね。うまいことね、進めないといけないのと、やっぱ人にものを伝えるっていうのは、その伝え方っていうものは少なくとも知っておかなければならないのかなと思いますね。今回は以上ですね。